藤井隆之です。モンネーティブのデザインをやっていて、これで何年目だ、13年やってますね。でブリーフィングに最初に会ったのは7年ぐらい前ですね。どこで買ったんだろう、あそこ売ってましたっけ、駒沢通りの。そこっすね。なんていう店でしたっけ、チケットでリュックを買いました。まあもちろん、なんだろう、ラインナップはもっと少なかったと思うんで、まあ、リュックとなんか、ボストンとメッセンジャーとかそういうのだったと思うんですけど、僕でもあんまり深く考えなかった。アメリカ製の、ただアメリカのブランドだと思ってたから、それを知ったのは結構その後で、誰がやってんだろうっていうふうにも思わなかったんですかね。同じものを何年も売り続けるのってかなり難しいと思っていて、まあバックだからっていうところもあると思うんですけど、でもバック、まあ、ラインナップを増やしてって継続してるじゃないですか。で、既存のものも売れてるっていうのは、ちょっと僕の今のやり方ではちょっと考えにくいから、毎シーズン変えていくものなんで、その中で変わってるんだけど変わってないように見せるっていうのも大事だったりするし、多分逆かもしれないけど、ブリーフィングを飽きさせないように、こう同じものを違った角度で見せる。多分してきてるから多分続いてるんだろうなっていうところがすごく、まあ、ブレないという観点では同じなのかなっていうふうには。で、物のクオリティは上げていくぞっていう、まあ、その精神は同じなのかなっていう気はしますよね。まずその僕が持ってるブリーフィングのイメージがこうもっといかついというか、男らしくて、ちょっとポケットがいっぱいついていて、丈夫そうで、まあ、いい意味でですけど、重そう、バッグ自体で。っていうことを、もう、ね、何型ぐらいでしたっけ、100型ぐらい、100型ぐらいを同じそういうもの、じゃあ別注するんです。別に色別注とか素材別注はまあ簡単だとは思ったんですけど、もうその機能を生かしてもうちょっとイージーに使えるバッグっていうことをやってないというかやらないんだと思うんですけど、それを僕らが、まあ、洋服に馴染むというかそういう観点でこのショルダーをお願いして、まあ、元々はそのビーチバッグというか、もう畳んでバッグに入れて、旅行先に持ってって、もうあとはこれ一つでっていう観点でやったんですけど、まあ、外にポケットはつけないということと、逆にそのいつも特徴のポケットを中にでカメラだとかパスポートとかそういうものとかをざっと入れれるようで、やっぱりちゃんとこういうファスナーがついてるんで、その大事なものは隠せるところと、ここがまあその一番特徴なんですけど、肩掛けもできて、
商談になるという、かつ軽量でっていうことをリクエストしたら、まあ、やはり完璧に上がってきたなっていう大満足の締めになってます。お願いします。まあそのなかなかアメリカ製でずっと続けていくのは難しいと思うんですけど、まあそれは絶対やってほしいことと、そうですね、だからまあやってただなんていうんですかね、別注をやるっていうことも大事だと思うんですけど、もう少しこう入り込んでそのイメージも崩さずにこういう側面もあるんじゃないかっていうのを僕が引き出せればお互いいいのかなっていう、なんかブリーミングはブリーミングを頑固に作り続けてるところで、こういうことをしたらいいんじゃないかっていうのを提案できればいいのと、まあやっぱりギアなんでそのちゃんと責任感がある